モービライは、インテルの子会社で、単眼カメラでの衝突事故防止、軽減を実現し、先進運転支援システムの発展に貢献する、テクノロジーカンパニーである。人工資格イメージ処理技術、マルチテクノロジカルアプリケーション、情報技術等、組み合わせ安全運転実現のための幅広い、解決策を提供している。研究拠点は、イスラエルのエルサレムにある。 セールスマーケティングオフィスは、カリフォルニア州ロサンゼルス、ミシガン州デトロイト、キプロス島ニコシア、東京にある。モービライは1999年に、アンノン・シャシュア教授によって創立した。同教授は、創立前に、アルゴリズム処理されたソフトとカメラのみを用いて、車両を検知する、視覚システムを開発している。ミスター・ジブ・アベラと共に、 同社の研究開発部署をイスラエルのエルサレムに設置した。当初、モービライ社はアルゴリズムを発展させ、アイクチップと呼ばれるプロセッサーチップを開発。モービライ社独自のすべての画像処理アルゴリズムはアイクチップに適用されている。数年に及ぶ試験の末、チップとソフトアルゴリズムはオリジナルイクイップメントマニュファクチャラーへと商品化された。 同社の最重要クライアントは、BMW、ゼネラルモーターズ、バルボといった自動車メーカーである。それぞれの TR1 エレクトロニクスサプライヤーは、モービライのテクノロジーを、それぞれの製品である車両と統合している。最初は新車を買う、際のオプションとしてであったが、近年では、新車のスタンダード装備となっている。2006年、モービライは、アフターマーケット部門を設立。 その部門ではフィリピンにある自社工場で生産された製品を取り扱っている。アフターマーケット製品は国際的に全体陸のディストリビューターによってトラック、バスの車両群や車販売代理店、車用品店などに売られている。2017年3月13日、米インテルによって153億ドルで買収される。もう未来は 画像認識用半導体の設計に長けており、そのノウハウを支中に収める目的があったと思われる。猛ビライの車両検知は独自のアルゴリズムにより、車両、バイク、トラックといった、あらゆる乗り物を、昼夜問わず検知することが可能。この検知技術は、猛ビライの多くの機能の中核を担っている。前方車両衝突警報、衝突緩和システム、前方車間距離警報、 アダプティブクルーズシステムなどがこれにあたる。前方を走行する車両と一定の車間距離を保つことが自己軽減に重要な役割を果たすということが近年になり世界中の交通当局にも認識され始めておりそのための強化策を打ち出す国も増えてきている。前方車両衝突警報は前方の道路情報をモニタリングし 衝突の危険がある場合には警告するシステムである。当社の資格ベースの車両を検知技術が元になっている前方車両衝突警報はドライバーが前方車両と急接近した際に警告するシステムである。2011年当社は世界で初めて BMWGM オペルといった自動車に OEM として前方車両衝突警報システムを導入した。 もう未来の前方車間距離警報は、あらゆる条件下でも作動し、走行車線の前方車両との距離を検知し、その車両位置までの予測時間を正確に割り出す。走行車線上の最も近い車両を検知し、危険を予測し、ドライバーに警告する。車線逸脱警報システムは、走行車線を認識し、その車線から車両が逸脱。 もしくはその危険があると予測した時に警告するシステムである。現段階では前方の車線認識が可能である。もう未来は車線逸脱警報システムの発展により深刻な交通事故の主要原因の解消に貢献すると述べている。この車線逸脱警報システムはすでに GM、BMW、バルボといった製造プラットフォームに組み込まれ始めており、 様々な車両メーカーへと提供されている。当社の車線認識アルゴリズムは、グローバルアプリケーションとして発展してきたため、あらゆる道路標識にも対応可能である。現時点の車線逸脱、前方車両衝突警報の複合製品の自動車市場において、モービライは、全米交通安全局も推奨している、単眼センサーを使用している。 唯一のサプライヤーであると言われている。同複合製品は開発が進んでおり、2011年に初版が導入された。モービライの歩行者検知テクノロジーは、単眼カメラで行う画像処理、オプティックフロー分析高度なパターン認識が元となっている技術である。ビデオグラフィックアロー改造イメージャ VGA によって、前方30メートルの範囲で歩行者を検知する。 高解像イメージャの場合では前方60メートルまで検知範囲を拡大することができる。2007年からモービライはほぼ全車種に対応する後付け製品の発売を開始。この後付け製品にも独自の視覚ベースの先進運転支援技術が後付け製品にも採用されている。モービライ C2 製品は車線逸脱警報、前方衝突警報、 前方車間距離警報、歩行者衝突警報等が含まれている。これらのシステムは、物流管理システムにも使われ始めており、無意識レベルの運転への姿勢や、運転の特徴等を管理者と共有することができる。日本における正規販売代理店は2社存在する。ジャパン21株式会社と MDJ 株式会社である。 ジャパン21株式会社は2011年から i イモバイル株式会社を日本におけるマスターディストリビューターとしてアフターマーケット製品である C2 から270を販売 i イモバイル株式会社は2014年2月に100%親会社のジャパン21株式会社と合併ジャパン21株式会社 i イモバイル事業部としてその事業を継承している MDJ 株式会社は関連会社が行う自動車事業と合わせて各メーカーやフリートへの販売、サービスを行う。ありがとうございます。